変化球をためて打ちました。レフトにヒット。二塁ランナーの村上ホームイン。エスコバーの先制タイムリーヒットです。うまく変化球ためられましたね。いや高く来たもんですからね、はい、あれやっぱりもう少しもっともっと低く投げないとゴロで打てないですよ ね、うん、ですね。先制点はスワローズ。エスコバーが当たってきました。一昨日はゲームに出ませんでして、その前3試合ヒットがなかったんです。